あっちどっちそっち ADS。 ここからは株式会社三重旅行サービスの大島沙織さんをお迎えしてお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、涼しくなってきましてね、こうお出かけしやすい時期ですよね。はい。でこの時期に、まあ、お出かけというか旅行をね考えている方も多いと思うんです。はい。なので今日は、まあ、おすすめのツアーだったりキャンペーンがあるということで、はい、教えていただけないでしょうか。はい。まず一番今お問い合わせの多いものは、はい、あの日帰りのバスツアー、これがやはり、まあ、お手軽に行っていただけるということで、はい、かなりお問い合わせは多いです。あとパンフレットも皆さんすごくよく持って帰っていただきます。はい、はい、私の手元にも今ね、ツアーの、はい、バスツアーの、はいはい、パンフレットいただいてるんですけど、何ですかこれ、カニツアー？はい、そうです。はい、もうこれは定番のカニツアーですね。はい、冬の味覚といえばカニですので、うんうん、まあ、毎年多くのお客様にご参加いただいております。そう、人気なんですね、はい、カニツアー。そうですね。日帰りでどこからどこへ向かうのでしょうか。はい、まあ、名張は、まあ、ドンキホーテが一番最初に出発しまして、はい、でまあ、上野で拾って、まあ、若狭、福井県の若狭の方に行きます。うんうん、はい、でそこで、まあ、カニを召し上がっていただけまして、でレインボーラインという、湖がきれいに見える、うん、はい、展望台に行っていただいて、最後お買い物をして帰ってくるっていうコースになります。ただこうカニだけじゃなくてちょっとした観光もついてくるんですね。そうですね。これちなみにお値段は19,800円。すごい、はい、カニって結構高いじゃないですか。年々ね、上がってしまいます。ね、上がってますよね。はい、だけど19,800円ということで、はい、ちょっとね旅行に行って、で観光もできる、でカニも食べられるってお得なんじゃないでしょうか。そうですね、一日楽しんでいただけたらと思います。はい、こちらは期間は12月をスタートで、うんうん、あと3月までたくさんあの出発日の設定がございます。はい、はい、12月、1月、2月、3月とね、はい、4ヶ月間行われるということですので、はい、これ気になる方はどこで見れますか。当社のホームページ見ていただいても、うんうん、はい、載せてあります。はい、株式会社三重旅行サービスのホームページ、ね、はい、検索していただくとあのトップにあのカニツアーについてみたいなのが出てきてますよね。あ、そうですね、はい、まあ、やっぱり冬の一番の売りですので、やっぱり人気なんですね。はい、ぜひそちらチェックしていただいて日にちをねご確認いただけたらと思います。はい、あと申し込みはどうでしょうか。お申し込み状況はそうですね、まあ、皆さんいろいろとお申し込みいただいております。うんうん、あと出発日、まあ、たくさん設定をしているんですけれども、はい、あのバス旅行っていうのは、まあ、人数が集まらないとこう出発できないっていうね煩わしさがあるんですけれども、はい、あのまあ、それを解消すべくパンフレットの星印がついている日っていうのが、うんうんうん、まあ、集まらなくてももう最初から出発保証を出してますっていうお日にちですので、まあ、ここを中心に予定を立てていただけたらと思います。結構ありますよ、12月なんて2日間もありますし、はい、ね、うん、毎月なんか2日くらいありますね。そうですね、やっぱりそこを中心に、ね、皆さんお申し込みいただきます。はい、ぜひね、はい、星の部分をなるべく、はい、予約いただけたらと思います。うん、こちらはどこから申し込みは可能ですか。そうですね、お電話でも大丈夫ですし、うんうん、はい、LINE でも、はい、LINE もあるんですね。はい、受け付けております。で LINE で、株式会社三重旅行サービスを検索したら出てきますかね。そうですね、当社のホームページからも LINE のお友達登録にこう進んでいただけるようになってますので、うんうん、はい、そこからのお申し込みも、はい、あの少ないですがあります。わかりました。ぜひね、まずはホームページをチェックしていただき、カニツアーとてもお得なので、はい、ぜひご応募いただけたらと思います。その他にも、はい、おすすめのバスツアーあるんですよね。そうですね、11月、もう12月がもう待ちきれない方には11月の設定があります。松茸料理を、岐阜県に食べに行くコースなんですけれども、はい、そうですね、モザイクタイルミュージアムという、ちょっと不思議な、うんうん、写真映えするような、はい、ところも観光入っておりますので、はいはい、なかなか楽しんでいただけるんじゃないかと思います。うんうん、こちらも、出発は
名張のドン・キホーテ、そうですね、で上野市駅前で拾ってで岐阜に向かっていくという感じですね、はい、そうです。あ、こちら23日と26日が設定あるんですけれども、うん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 、23はちょっと残りが少なくなってきておりますが、間近ですもんね。そうですね、26日の方はまだもうちょっと余裕がございますので、はい、はい、どしどしお待ちしております。はい、12月のカニツアーまで待てないよという方は11月23日木曜日祝日、はい、11月26日日曜日、開催されていますのでね、ぜひそちらも、こちらもホームページ載ってますよね。そうですね、はい、チェックしていただけたらと思います、はい、こちらはどういったたところがやっぱり見どころですか。毎年やってるんですか。そうですね、松茸食べに行こうっていうのはだいぶ前から、そうですね、何年もやってます。もうリピーターの方がたくさんいらっしゃって、うんうん、そうなんですか、はい、でちょこちょ こう立ち寄る場所とかが変わったりもするんですけれども、うんうん、はい、今年はモザイクタイルミュージアム、そうですね、立ち寄るということで、はい、松茸も食べられるっていうのも、はい、これは話題のチコリ村、うん、はい、かわいいです。栗きんとんの食パンが最近テレビでも、はい、特集されておりました。プリキントンのパンを、ね、はい、ゲットしに千鳥村にお出かけいただけたらと思うんですけれども、こちらも、価格はどうでしょうか。こちらの方は、14,800円、うん、はい、ですね、14,800円、はい、これ松茸で、松茸で、はい、お得ですね。こちらもなかなかお料理もついててね、こういうモザイクタイルミュージアムというね、はい、観光スポットもお出かけ行けますし、今話題のチコリ村にもお出かけできるということで、とってもお得なバスツアーが 14,800円。こちらもお申し込みは LINE だったりお電話でよかったですね。そうですね、はい、ではね、ぜひ気になる方はバスツアー今2つご紹介いただきましたので、はい、ぜひチェックしていただきたいと思いますが、はい、バスツアーの魅力っていうのはどういうところにありますか。やっぱりお手軽なところですかね、うんうん、やっぱりそうですね、お年を召した方も簡単にね、ご旅行を楽しんでいただけるっていうところじゃないでしょうか。そうですよね、はい、日帰りだからこう、そうですね、構えずにちょっと遠出、しかもバスに乗ってなんで運転自分でしなくてもいいし、はい、こう乗ってて、ね、お友達だったりご家族とお話ししている間についてしまう。そうですね、そして美味しいカニやモツタケが食べられちゃう。そうですね、はい、魅力たっぷりのバスツアーぜひチェックしていただきたいと思います。はい、その他はどうでしょうか、はい、何かおすすめのキャンペーンとかありますか。そうですね、今はキャンペーンは海外旅行のキャンペーン、うんうん、はい、しております。海外旅行に関しては、皆様お待ちかねだったと思うんですけれども、ヨーロッパ、ハワイ、アジアなど皆様お出かけいただいているんですけれども、JTB では今台湾のキャンペーンというのをしております。台湾ですか。そうですね、台北が主に、ね、皆さん行かれるところにはなると思うんですけれども、はい、グルメや観光が揃っておりまして、治安も比較的よく、近いですし、あと現地の交通も便利ですので、いろいろと動きやすさっていうのもあって人気です。台湾はこう、日本語ができる方も多くいるっていう話もね、聞きますからね、行きやすさは確かにあるかもしれませんね。さあ、キャンペーン、台湾キャンペーン実施中ということなんですけど、はい、どういった取り組みがあるんでしょうか。はい、先着500名様限定で、はい、現地で使える交通カード、はい、これをお一人につき1枚プレゼントしております、はい、あと台湾のガイドブックっていうのをグループに1冊プレゼントさせていただいておりますので、はい、交通カードっていうのはやはり、行かれたら必ず皆さんがお買い求めになったりする便利なものですので、うんうんうん、はい、事前に、ね、ついてくるということで、でも交通カードもどこで買えばいいのとかいう、こう初めて行く方は疑問も出てくるかもしれないんですけれども、そうですね、そういうのが全部もうついてくるというのはいいですね。あとガイドブックもついてくるということで、いろいろと回っていただけたらと思います。はい、こちらにすごい人気ありますか。ありますね、やっぱ台湾が一番人気ですね、うんうん、はい、そうですか。私台北の、はい、郊外に、9分っていうところがあるんですけれども、うんうん、すごく、なんていうんですかね、小さな村なんですけれども、千と千尋の神隠し、あれのモデルになったと言われている、はい、赤ちょうちんがすごく夜になると灯って
すごく素敵なところなんです。もう一度は行っていただきたいところですので。すごいですね、はい、ちょっと台北からは、うん、まあ、1時間ぐらいかかるんですけれども、うんうんうん、まあ、行かれる皆様多いですね、うん、交通カードを、ね、うん、ぜひ使っていただけるね。 そうですね、それでもいいですし、はい、オプションとかでも、ね、うんうん、いろいろご用意してあります。そうですか、オプションもね、あってこう自分に合わせたこうプランが組めるっていうのも魅力の一つですかね。そうですね、うん、はい、台湾キャンペーン、こちらは期間はいつまででしょうか。そうですね、もう始まってまして12月の20日までのご予約が対象になっております、はいはい、でご出発も、まあ、年内12月31日までの出発が対象ですので、うんうん、はい、ぜひぜひ皆様お願いします。はい、冬でも暖かい台湾ですので、うんうん、はい、そうなんですね、冬も暖かいんですね。知らなかった。かき氷とかもね、すごく有名、はい、マンゴーかき氷が、うん、ふわっとしたかき氷 ね、はい、ね、台湾かき氷美味しいですけれど、はい、暖かい台湾なので美味しくいただけると思います。で12月31日まで使えるということですので、はい、こう年末のお休みを利用して、うん、そうですね、お出かけいただくのもいいかもしれませんね。そうですね、ぜひぜひお願いいたします。はい、さあその他にもまだまだあるんですよ ね。 そうですね、なんと人気のテーマパーク、はい、テーマパークに関しましてはもうこれからがクリスマスイベント、もう目白押しといった感じだと思います。うん、東京ディズニーリゾートや、まあ、ハウステンボスなんかはもう11月の8日もうすでに、クリスマスの装いになっているかと思います。でユニバーサルスタジオジャパンでも、まあ、11月の21日から、はい、クリスマスイベントが始まりますので、はい、イルミネーションなんかもねすごく素敵だと思いますので。そうですよね、はい、テーマパークで見るイルミネーションまたちょっと違いますね。気持ちもこう盛り上がった状態ですしね。はい、今出てきましたディズニーリゾートハウステンボス USJ ですけれども、はい、あの大島さんお出かけされたことありますか。これ、はい、全部あります。あります。そう、あでも、うん、冬のイルミネーションは、うん、ディズニーとかハウステンボスはない。あ、そうなんですか。 USJ だけ。そうですね、まだまだそういうとこだけ。確かに私もこれ見てて思ったのが、うん、クリスマスは私も USJ しか行ったことがないかもしれませんね。あのイルミネーションといえばハウステンボスとかもすごく人気が高いじゃないですか、うん、やっぱりちょっと距離がある分、ね、なかなかこう、ね、そうですね、行く機会がなかったんですけどね、この機会にぜひ、ね、そうです。ハウステンボスは、ね、西日本最大級のイルミネーションのようなんです、うん、はい、光の王国といって毎年ポスターが、うんうん、はい、貼らせていただいてます。はい、こちらも何かこう行くにあたってのプランとかこう交通の便とかはこの株式会社三重旅行サービスさんに相談とかできるんですか。そうですね、まあ、JR の切符をお付けしたり、うんうん、まあ、飛行機で、ね、あの長崎なんかは行っていただいたりしております。はい、ぜひこの機会にイルミネーションを楽しみに、ね、お出かけいただきたいと思います。はい、さあそして、最後に、はい、おせちですね。おせちもやってるんですか。そうですね、 JTB も毎年おせちの鉄人というパンフレットが出ております。あ、はい、でまあ旅行会社ならではの、まあ、名旅館やホテルの、うん、おせちを中心に、まあ、料亭やレストランのおせちというのを、まあ揃えております。こちらはいつまでに予約したらいいんでしょうか。こちらはもう12月14日10月14日まで、はい、こちらが締め切りになってしまいますので、はい、お早めにお申し込みいただけたらと思います。はい、まだね1ヶ月あるからといってね、はい、のんびりせずに。そうですね、はい、人気店 の、 あのおせちなんかは売り切れるのが早かったりするので、そうなんですか、はい、もしかしたらご希望のものは埋まっちゃってるかもしれないんですけれども、はい、はい、まだまだいろいろご用意がございます。いろんな旅館だったりホテルのねおせちということで、はい、例えばどういうところがあるとかっていうのはどれぐらいの数があるんですか。たくさんですか。もう数えきれないぐらいたくさんあるということでね、ぜひねあのチェックしていただくと、あのたくさんあるということなので、
お気に入りというか、まあ、好みの、ね、おせちが見つかるはずですよね、はい、そうですね、はい、大島さんの記憶の中でなんかちょっと変わったおせちとかありますか？変わったおせち、まあ、でも中華のおせちとか、ね、中華ですか？そうですね、そういったのもあります、まあ、お正月なんでこういつものおせちかってがっかり、ね、若い方とかされるかもしれないんですけれどもまあ中華や洋風のおせち、はい、なんかでしたら、ね、お子様も楽しんでいただけるかなとは思います。そうですね、おせちってやっぱりこう、はい、1日に好きなものだけ食べちゃってだんだんとこうあまり好みじゃないというか、まあ、煮物とかが残ってきちゃうんですよ、ね、はい、そういうことが なくみんなでも取り合って食べそうです ね、 ですね、中華のおせちとか、はい、ね、洋風のおせちとかもあるそうです。いつもとは違うおせちをね、はい、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います、はいはい、おせちの締め切りは12月14日までということです、はい、さあここまでねもう内容盛りだくさんでバスツアーテーマパークのことあと海外旅行のキャンペーンなんかあとおせちもね教えていただきましたけれども最後にお聞きの皆様に一言いただけますか、はい、何かお伝えしたいことありますか？ここ何年かこう旅行を、ね、皆さん控えてらっしゃったと思うんですけれども、まあ、思い切って、行っていただけたらと思います。そうですよね、はい、やっと最近こうお出かけされる方が、ね、うん、増えてきたなって思います。イベントとかお祭りも徐々にこう戻ってきて、そうですね、で今までよりもなんか多くの人が、ね、そういうことにすごく関心を持ってるなって感じるので、うん、はい、そうですね、この秋はすごくお申し込みが多かったです、うん、あ、そうですよね、はい、やっぱりどこへ行ってもお客さん多いみたいですね、うん、あ、そうですか、はい、外人さんもね、こう、そうですね、はい、海外の方も多いですね、来られているようなので、うんうん、結構ごった返しているとは聞いてますけれども、はい、まあ、楽しんでいただけるかなと思います。にぎやかにぜひね、こう徐々に戻ってきているということで、はい、どこにお出かけ行こうかなとね悩んでいる方、またこうどこかお出かけ行きたいけれどもどうしようかなって考えているけど見つけたという方はぜひ株式会社三重旅行サービスのホームページチェックしていただき、はい、今日ねお話ししましたバスツアーとか台湾キャンペーンとかも載ってますのでぜひチェックしてお出かけいただけたらなと思います、はい、今日は株式会社三重旅行サービスの大島さおりさんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。あっちどっちそっちエディ。